マイケル・ストランク、またはマイク・ストランクはアメリカ海兵隊の軍人である。洋島の戦いでスリバーチさんに成城期を掲げた6人の兵士の一人であり、6人の中で唯一ヨーロッパ生まれであった。マイケル・ストランクは1919 19年11月10日、チェコスロバキア共和国者リシャリュ県、スタラー・リュボーニャ軍ヤラビナ村で生まれた。ストランク家は、 少数民族ルシン人の家系であり、マイケル・ストランクの幼少期の名前は、ミハル・ストレンクといった。1922年、3歳の時に、父の招きで母と共に渡米し、名前をマイケル・ストランクと改めた。ストランク一家が移り住んだのは、ペンシルベニア州カンブリア軍のフランクリン・ボロという炭鉱と鉄鋼産業が盛んな町で、父のバーシルは炭鉱夫として働いていた。 1937年高校を卒業したストランクは市民保全部隊に入隊した。国立公園や高速道路の建設現場で18ヶ月間働いた後ストランクは海兵隊入隊を決意して1939年10月6日に入隊した。なおストランクはチェコスロバキア国籍であったが入隊を前にアメリカに帰化している。 入隊したストランクはサウスカロライナ州のパリス島基地で基礎訓練を行った後、1941年1月から3ヶ月間、キューバのグアンタナモ基地に派遣された。帰国後はノースカロライナ州のレジュネ基地で新兵の訓練指導に当たった。1942年2月に軍装に昇格したストランクは3月の短期休暇で一時帰省し、4月12日に 部隊と共にサンディエゴを出発している。5月31日、部隊はフランス領ウォリス諸島のウベア島に上陸して、米軍の拠点を築いた。その後、ストランクの部隊は1943年2月21日にガダルカナル島北西約5 0トルにあるラッセル諸島の小島パブブ島の占領作戦に参加し、同島を無欠占領する。 ストランクの本格的な実戦参加は1943年11月1日から始まったブーゲンビル島の戦いで、ストランクの部隊はその第一波としてブーゲンビル島西岸のタロキナ岬に上陸した。ストランクはブーゲンビル島でマラリアにかかりつつも、その後1944年1月12日まで戦い続け、2月14日にサンディエゴに帰還している。 サンディエゴでは全員に30日間の休暇が与えられたため、ストランクはこの間に帰省している。1944年3月、休暇を終えて期待したストランクは第5海兵士団に転属となり、E 中隊第2小隊の分隊長となった。半年カンペンドルトン基地で訓練を行い、部隊は9月19日にサンディエゴを出港した。10月に、 ハワイ島のタラワ基地に到着して、ここでさらに実践的な訓練を行った。1945年1月、ストランクの部隊はイオウ島の戦いに参加すべくタラワ基地を出発した。途中のテニアン島で上陸演習を行った後、2月19日にストランクの部隊はイオウ島に上陸を果たした。 上陸から3日後の1945年2月23日に、アイラ・ヘイズ、フランクリンス・スリー、ハロルド・ケラー、ハーロン・ブロック、ハロルド・シュルツの5名と共に硫黄島南部のスリ、八山山町に、成城期を掲げた。海兵隊記念碑スリ、八山山町での国旗形容の後、ストランクは、硫黄島の西部にある、千鳥毛浜付近で、アイラ・ヘイズたちを率いて行動していた。 3月1日朝、ストランクの部隊を日本軍の部隊が吸収した。ストランクは部下に撤退路を指示していたが、その途中にすぐ近くで砲弾が炸裂し即死した。この砲弾を放ったのは日本軍ではなく近くにいたアメリカ海軍の駆逐艦であると言われている。ストランクの遺体は、硫黄島の共同墓地に埋葬されたが、 本国に戻された後1949年1月13日にアーリントン国立墓地に改装された。2015年2月16日、宇治五ドのイベントの70周年は学校の数四の近くにマイケル・ストランクのミニ彫刻を設置した。ありがとうございます。